12月9日、今シーズンの日本サッカーを締めくくる一戦として、川崎フロンターレ対柏レイソルの天皇杯決勝が行われ、試合は白熱した展開で PK 戦にまでも連れ込み、フロンターレが見事優勝をつかみ取りました。どうも、今まで成功体験が一度もない補欠カラスです。今回は激闘だった天皇杯決勝をいろんな観点から紹介していきます。激闘となった天皇杯決勝。優勝すればアジアチャンピオンズリーグの出場権が得られる天皇杯決勝は、毎年白熱の戦いが繰り広げられています。2022年は J2 のバンホーレ甲府が優勝して大きな話題を呼びましたが、 2023年は、2020年以来の天皇杯優勝を狙う川崎フロンターレと、優勝すれば12シーズンぶりとなる柏レイソルの一戦となりました。フロンターレは、近年はタイトルを獲得しまくっていたものの、三笘薫選手や田中碧選手といった主力選手が海外へ流出し、2023年のリーグ戦では8位に終わっていました。そしてこの試合、まずフロンターレはいつも通り、433のフォーメーションを採用してきました。ポジション別には、ゴールキーパーにはベテランのチョン・ソンリョン選手がいて、インサイドハーフの一角には、フロンターレから唯一ベストイレブンに選出された脇坂安斗選手、そして、 前線には大ベテランの家永昭弘選手などが起用されました一方で2023年は開幕から絶不調でシーズン途中には元日本代表の伊原雅美さんが監督に就任しなんとか17位で残留を決めたレイソルはディフェンダーのジエ選手が出場停止となっていましたが4-42の布陣を敷き左サイドハーフにはこの力があるマテウスサビオ選手そしてツートップの一角には先日日本代表で初ゴールを決めたレイソルのエース細山尾選手がスタメンに入りましたそんな中国立競技場には6万を超える両クラブのサポーターが集まり入場時に はは見事なコレオが作り出出されれ最高の雰囲気で選手たたちは出迎えられましたこの試合、ボールを握るサッカーが得意なフロンターレがペースを握っていくかと思われましたが、序盤にペースを握ったのはレイソルで、後方の選手が積極的に最前線へボールを送り、フィジカルに優れた細谷選手が収めて、敵陣に侵入してゴール前まで迫り、何度もコーナーキックのチャンスを作っていました。ただ、レイソルが前半に10本以上のシュートを打ったものの、決定的な場面を作ることができず、一方のフロンターレは前半40分に、ようやくシュートでゴールを脅かすまでほとんどチャンスを作ることができていませんでした。それでも こののの試合はは見応え十分でお互いいに攻撃を許ささない球際の激しししや集中たた守備は危機迫るものがありましたそのため、前半は拮抗したままスコアレスで終了し、後半を迎えました。後半に入ると、レイソルは前線から個で打開する場面が何度もあったマテース・サビオ選手を起点に、前線にボールを運んでいき、フロンターレは前半にあまり前線ボールを運べなかったこともあってか、ロングボールを増やして縦に素早い攻撃を仕掛けていきました。すると、前半とは変わり、フロンターレが試合を支配する展開が少しずつ増えていきます。しかし、後半24分、レイソル陣内からケラ られたボールにフロンターレのディフェンス陣がうまく対処できず、最前線の細谷選手の元へ渡ると馬力のあるドリブルとスピードで大南拓真選手のマークを一気に振り切り、ゴールキーパーとの1対1を迎えそうでしたが、最後のトラップが大きすぎてソンリョン選手に阻まれてしまいました。ただ、この場面、細谷選手が抜け出した時に、大南選手は完全に手で細谷選手のことを止めようとしていて、細谷選手は圧倒的なフィジカルで倒れませんでしたが、もし倒れていれば決定的な得点、機会の阻止、いわゆるドグソによって大南選手にはレッドカードが提示されていた可能性がありました。そして。 30分過ぎににはフロンンターレがダミア選選手手変えて仕事人の小林優選手を投入しましまたただ、両チームの強度は、後半終盤に入っても全く落ちることはなく、むしろ球際の激しさは増していき、ほとんど両チームが決定的なチャンスを作れないまま、後半も終わってしまい、天皇杯決勝は延長戦へと入りました。ここまでスコアレスながら白熱の試合となった決勝ですが、レイソルに絶好機が訪れます。延長前半9分、フロンターレがクリアしたボールを、レイソルの選手がヘディングで前へ送ると、一瞬の隙をついて、またも細谷選手が抜け出し、今度こそゴールキーパーと1対1を えまますがが選選手手放ったたシュートは抜群ののタイミンンングで飛び出していたソンリョン選手のセーブに阻まれその後の後折り返しも止められて、しししまいまいたそして延長前半が終わると、フロンターレは途中交代で入った小林選手が足を痛めて無念の交代となり、元フランス代表のバフィテンビ・ゴミス選手が投入されました。すると、PK 戦が濃厚かと思われていた延長後半13分に、フロンターレは右サイドから山根美希選手が絶妙なクロスを送ると、ペナルティエリア中央のゴミス選手が見事なヘディングシュートで合わせて決勝ゴールが決まったかと思われました。しかし、レイソルのゴールキーパー、松本 とけんた選手のスーパーセーブに阻まれると、ボールはポストに当たり、こぼれ玉に家永選手が詰めるも、これも松本選手がセーブし、レイソルは守護神のビッグセーブで命拾いする形となりました。結局、お互いゴールキーパーのビッグセーブが延長戦に生まれ、0対0のまま120分が終了し、天皇杯のタイトルをかけた戦いは pk 戦に突入しました。そして、この pk 戦でもお互い譲らない展開が続き、高校のレイソルは4人目のセ銭湯圭ヤ選手が外し、フロンターレは5人目のゴミス選手が決めれば優勝でしたが、松本選手のセーブにより防がれてしまいます。その後。 ボンデスに突入すると、先光のフロンターレは6人目の上り、里恭平選手が外してしまい、今度はレイソルが王手をかけますが、片山栄一選手が外してしまい、お互い優勝のチャンスを逃してしまいます。そして、両チーム9人目まで続き、10人目にはフロンターレのゴールキーパーソンリョン選手がキッカーを務め、フィールドプレーや顔張りのキックを見事なコースに叩き込みプレッシャーを与えました。一方何度もセーブを見せていたレイソルの松本選手が蹴った。キックはソンリョン選手が完璧にコースを読んで、セーブし、フロンターレが3年ぶり2度目となる天皇杯のタイトルを手にする結果となりました。両監督 このように最後は PK 戦で決着がついたもののフロンターレとレイソルというリーグ戦では苦しんだクラブ同士が120分間見せた戦いは素晴らしいものがありましたこの試合を振り返ってフロンターレの鬼木ル監督は試合後のインタビューでフロンターレのサポーターとレイソルのサポーターがファイナルにふさわしいやりがいある雰囲気を作ってくれて感謝試合は終始柏のペースだったなかなか自分たちの形でサッカーをすることができなかったし自分も含めてまだまだ力をつけないといけない相手がプレスのところで来てたのもあるけど選手間の距離が遠くなってしまったなかなか中盤で アンカー含めピックアップできない状況になってポジションが全て中途半端になってしまった起点をはっきりさせられなかったことは自分の力不足もっとやれることはあったと満足できる内容ではなかったと語っていましたそれでも鬼木監督は120分 PK も覚悟しようと選手にお話をしていた最後まで気持ちが大事だとそれを体現してくれた選手サポーターに感謝したいというように勝利をもぎ取ったチームを誇っていましたそして苦しいシーズンの最後に歓喜の瞬間を味わい涙を浮かべていましたがそのことについては苦しいシーズンで J リーグもああいう形になってしまっただからこそどうしても その分の分悔しさを天皇杯で取りたいっって思いいがあったいろんな選手が出場してその場に立てなくてもみんなの力で優勝したというのはすごくある目に見えない部分でも頑張り選手のそういうものに感動していろんな選手が苦しかったけど報われた瞬間なのかなと思って少し涙が出たと素直な心境を明かしていました一方で惜しくも PK 戦の末敗れてしまったレイソルの伊原監督は試合後のインタビューでゲームの入りから素晴らしかったし90分で決着がつかずに120分をやった中でやろうとしているサッカーを全員が表現してくれましたというように試合を振り返り前線からの守備は今日 のテーマとしてて掲げていました90分間強度を落とさずに行こうということは最初かからら出ててていいいる選選手手もも途中からの選手も意識ししやってくれましたいいボールの回収ができて攻撃の形に繋がったシーンも多かったですしいつもですともっと川崎さんに逃げられる時間が長くなりますけど今日は最終ラインからロングボールを切らせることで回収の場面が数多く見られて攻撃のいい形に繋がったと思いますと話していましたそして伊原監督は途中就任からのシーズンを振り返り途中からの難しさを感じながらシーズンを過ごしてきましたチームをいかに変えていくかの難しさ全監督のサッカーをどこまで継承 しししてててて勝たたせいいくかの難しさを感じてシーズンが過ぎていきましたと語り天皇杯決勝を若いチームが経験したことについてはいい試合はしたと思いますし本当にあと一歩だと思うけれどファイナルは勝者と敗者が必ず出るもの勝者の素晴らしい雰囲気を見てより成長につなげるしかない悔しさをつなげていこうという話を選手にはしました選手のキャリアの中でこういうファイナルというのはなかなか経験できないので必ず次のサッカー人生につなげていこうとと話していました中村健吾が語った天皇杯決勝両監督以外にもこの激闘が放送された NHK で解説を務めていたフロンタ ンレのジェンド中村健吾さんは試合後に自身のコラムでどちらが勝ってもおかしくなかった川崎はゴミスのヘディングシュートがあったが決定機はそう多くなくやりたいことができていたのは柏のほうだったタイトな守備でボールを奪いカウンターでチャンスを作った一本決めていたらと思わせる素晴らしい内容だったただ最後は川崎が土俵際で打っちゃった柏より直近にタイトルを取っていたことが結果に影響したように感じるとフロンターレの経験こそが優勝に繋がったのではないかと語っていましたまた憲剛さんはフロンターレの OB として今回の天皇杯優勝についてはこれまでの優勝とはメンバーも違うん ので気合いが違う。さっきは無冠で終わった。谷口をはじめ、ここ数年海外移籍などで選手の出入りもあった。ここで取らなきゃ次につながらないという危機感がタイトルを引き寄せたように感じる。タイトルの尊さを知っているからこそ、発揮された粘り腰。フロンターレの歴史をつなげる優勝だった。と話していました。両ゴールキーパーが語った PK 戦の真実。こうして激闘となった天皇杯決勝ですが、最後に命運を分けたのは両ゴールキーパーの PK でした。10人目までもつれ込む死闘となった PK 戦の中、先行フロンターレの10人目として登場したソンリョン選手は、右足のインサイドキックでゴール右隅に 突き刺さる強烈なシュートを決めていましたが、この pk に対してはネット上でも村陵のキックが一番うまかった。あのコースにゴールキーパーが蹴れるのはえぐいといった声が上がっていました。そして、ソンリョン選手はその後松本選手のキックをセーブしたわけですが、同じゴールキーパーだからこそわかる心理があったようで、試合後のインタビューでは僕がインサイドで蹴ったので、その後はインサイドで蹴らないだろうなと思った。一回逆に行く素振りを見せてタイミングを合わせて止めたと心理面での駆け引きについて明かしていました。また、ソンリョン選手は試合後に家永選手から褒められたようで、飲めたのもすごいけど、キックもすごいなと褒。 また優勝が決定した瞬間シーズンを通して守護神の座を争った上福本直人選手が誰よりも早く駆けつけてきましたがこれについてはと語っていましたその一方で好セーブを連発しながら最後は自らのキックが止められてしまうという残酷な結果になった松本選手は試合後のインタビューでと話していてキックする方向はあ今日止め変わってしまっていうのはあらかじめ変わてしまったと話していてキックする方選手にうまく読まれてしまったと話していてキックする方向は あらかじめ決め決ていたたようでしたそして松本選手は結果とししててやっっぱり自分のミスで負けてしまったというとところは本当にショックでしたというように悔しさをあらわにしながらも最後には来年以降しっかりタイトル争いできるチームをまた一から作り上げていって来年以降はタイトルを掴んでサポーターたちと今日川崎さんが喜んでいたような喜びを分かち合いたいとすでに気持ちを切り替えた姿を見せていましたただこの PK 戦ではなぜゴールキーパーが11人目ではなく10人目に蹴ったのかと思う人も多かったと思います実は両チームともにゴールキーパーが10人目となったのはこの日の PK が11対 11ではなく、10対10で行われたためで、レイソルの小賀太陽選手が試合中に負傷したことから、レイソル側は小賀選手が pk を行えないことを申し出ると、これをフロント、アレ側も了承し、ジェジュ選手を外して互いに1人少ない状態で pk を行っていたのでした。このことについて、伊原監督は試合後、川崎さんにも合わせていただいた形と説明してくれました。細谷によって無効化されたドグソ、こうして pk 戦が大きな話題となった天皇杯決勝ですが、もう一つ注目を集めたシーンがありました。そのシーンが後半24分レイソルがカウンターに転じた場面でサビを選手からの縦。 細谷選手がハーフウェイライン付近で受けると大南選手のチャージを受けながらも体を持ち直しゴールキーパーとの1対1に持ち込もうとしたもののタッチが流れてシュートへ持ち込むことはできませんでした実際細谷選手は大南選手とのマッチアップで転倒していれば決定的な得点機会阻止いわゆるドグソの対象となり大南選手にはレッドカードが提示されていた可能性が高かった場面でしたしかし試合後に細谷選手はこの場面について倒れたらドグソだったと思うけどこらえたら1対1になれる状況だったので自分自身も倒れる気は全くなかった悔いはないと話し細谷選手としてはゴールしか見 見ておらず、ドグソをもらい、相手を数的不利に持ち込むという選択肢はなかったとストライカーらしい思考を明かしていました。一方で危うくドグソを取られかけた。大南選手は試合後のインタビューであそこで倒れられたらドグソだったなというシーンだったんですけど、あそこは本当に助かったなと思いました。やられてもおかしくなかったので、孫さんを含めチームメイトに感謝しないといけないなと思います。と話していて、大南選手自身もドグソを取られそうだと認識していたようでした。そして、このシーンについては、ネット上でも様々な声が上がっていて、ここまで気持ちよく相手を投げ倒していく。フォワードは久しぶり。倒れないのは見て。て 気持ちがいい個人的な意見ですがこのプレイに関してはドグソ適用でも良かった気がしますイエロー大象の場合でもプレイオンで流した後にプレイが切れたらカードを出すのはありなのだからドグソをもらいに行く倒れる技術が確立されつつある状況なのでこういうプレイは好感もてるがチームのためにも結果のためにも倒れるのが正解ということを言う人もいて正直すっきりしない倒れなくてもドグソ適用することはできないのかなと思ったというように細谷選手が倒れなかったことを称賛する声とプレイが切れた後にもドグは適用することができないのかとルールに関して指摘する声が上がっていました皆さんもこのシーンについて 何か思ったことがあればコメント欄で教えてください。国立競技場の芝に批判殺到このように試合の中では動作に関する話題が議論の中心になっていますが、プレー以外の部分で話題を集めたのが、国立競技場の芝生が荒れすぎているという問題でした。この試合で見られた国立競技場の芝生はボコボコに荒れている場面が多く、芝生の状態はまるで、近所の草サッカーのような状態だったのです。実際プレイした選手たちからも声が上がっていて、フロンターレの山根選手はいや。なかなか難しかった。ブロックを組んでいきたい。という時に間に縦パスを入れたいけど、そこがコントロールのところもワンタッチで。 も芝の影響があってとにかく土が多かったのでロングボールすらまともに蹴れないすごく蹴りづらいグラウンド状態だった一つの解決方法を探すのが苦労したとプレーに大きな支障が出たことを明かしていましたまたレイソルの細谷選手ももちろん下も悪かったけどそこの対応はしていかないとと語っていましたさらにこの試合を視察に訪れた日本代表の森保一監督は芝生も生き物なので管理の方々も愛情を込めて手入れ管理をしてくださっていると思うがなかなか常にいい状態を保つことはいろんな条件の中で難しい確かにグラウンドはいい状態ではなかったと思ったというように不安が で語り先日の J1 昇格プレーオフや ACL の甲府戦を見た中では改善をしているまた元日に向けて時間があるのでいい状態を作ってくれると思うと元日に行われる日本代表対タイ代表の試合までにピッチが回復することを願っていましたこうした芝生の状態についてはネット上でもスケジューリングは強い立場の国が行っているんだから過密日程で芝が破壊するのはおかしい芝の維持に自信があったんだろうになぜ失敗したのかの理由を公表してほしい国立も芝の育成のため使用できる限度を明文化して酷使できないようにするべきあんなボコ,ボコの芝生だと クオリティののの高いいいゲームムはは見れなななし選手の怪我にもつながるアアジススタタや日産スタジアムは使えないのかなというように、不満の声が上がっていました。やはり、国内最高峰の動員が期待できる国立競技場なので、元日の代表戦までには、一流の芝生を回復させてほしいですよね。さて、今回は、天皇杯決勝のフロンターレ対レイスルについてまとめてみましたが、J1 初優勝を果たしたヴィッセル神戸のストーリーについてもまとめた動画を出しているので、興味がある人はぜひ見てみてください。というわけで、これからも日本サッカーの情報を更新していくので、また見てくれる人はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは皆さん、 さようなら。